6年7年ぐらいここで働いてます、ね、普通のワインと比べたら低い状態で収穫をします。やっぱりどうしても瓶内で自発酵するときにまた新たに酵母がガスを作るので、例えば13度で作ってしまうと 14.数%のクレーナーが出てしまうことになって、そんなのちょっとある程度13度ぐらいにしておきたいので、下に暖房設備、その使ってる酵母は低温発酵するようなセレクションされたものなんですけど、シャンパンサーカーこれが今1ヶ月前ぐらいですかね、に瓶詰めしたものなんですけど、下に酵母が溜まって、まだ下に押して積んでっていうことを、春、まあ、初夏ぐらいまでやっていきます。でこのままずっともう発酵が終わるまでだいたい2、3ヶ月だと思いますけども、15万本ですか、15万本生産するんですが、でもやっぱりここ3年ぐらいはずっと低収量が続いてきたので、ひょうにやられたりとかちょっと病気が蔓延したりとかっていうのがありまして、うん、多分どこでもそうだとは思うんですけど、なので結構収穫量が激減して、今年なんかはもう半分ぐらいの中に詰めていきます。でもここぐらいまでしか詰まらないので、開けた時にはいわゆるキノコ型、マッシュルームな感じ。